おやす。では、どうぞ。おやす。皆さん、どうぞ。いやいや、ありがとうございます。いや、これね、まずこちらが、はい、もうちょっと、はい、入った瞬間、はい、ちょっとまあ部屋というか、お一番大事なところ。はい、おはようございます。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。私、釣り企画第2弾、今日はね、エリートグリップという会社の、会長さんのご招待で、なんとね、この船乗って釣りに行きますよ。いやー、何のために俺釣りをするのかって言って、よく最近釣りに行くんでございますけども、何よりね、釣った魚をね、周りのじいちゃんばあちゃんに配ることがね、何よりも楽しみというか、でじいちゃんばあちゃん喜ぶんですよ。あ、ただ今日もね、家の前のじいちゃんばあちゃんたちに釣ってくるぞって言って、今出てきたんでございますけども、いやー、楽しみねー、ほんまに楽しみねーって、あんま寝てなくて、いや、今からタチをガンガン釣って大阪に戻りたいと思います。はい、来ました。時間の方はね、今5時20分ぐらいなんでしょうか、うん、気持ちちょっとね、太陽上がってきたような感じなんでございますけども、はい、すごないこれ。ちょっといつもね、釣りに行く船とはちょっと規格が違いまして、これもう金持ちのね、優雅な遊びなんでございますよ、これ。もうすげえな。はい、今ね、港を離れておるのが、帰ってくる時にみんなが笑顔になってるのか、それとも悲しい顔になってるのか、これはね、今日の運、そして実力次第なんでございますけども、どうだれ、この素晴らしい海洋丸に乗って、私行きたいと思うんでございます。よしよしよし。西宮ヨットハバー、あれが四月7日の船になります。ああ、そうですか。はい、ステッカーも貼ってるんですよ。ああ、これは串カツだるまの、はい、これが、はい、わあ、すごいな、はい、会長のこの串カツの絵が載ってる写真、はい、これは串カツだるまの船なんでございます。やっぱね、成功者はね、船乗るんですよ。すげえな。会長が乗ってます。嬉しかった。ああ、ほんまや、ほんまや。はい。行っておりますよ。いやー、全然いいね。ちょちょちょ、いいね。ああ。やっぱ今日波がね、あんまないんで、ない中でね、結構釣れるらしいんで、いや、ほんと楽しみだと思います。うん。こんな朝からですよ。エロいね。ああ、これやっぱ女性いたらエロいね、うん、お金持ちのエロい遊びを体験してみた。これで行こうかな。ああ、ぜひこれで行こう。ああ、タイトル。よし、いやいや、ありがとうございます。いや、これね、まずこちらが、はい、もうちょっと、はい、入った瞬間、はい、ちょっとまあ部屋というか、
一番大事だと。おー、トイレ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 、はい、ここが一番最初、はい、トイレ、トイレになります。で、ここが、はい、総選的ですね。これはすごいっすよね、はい、はい、さっき撮らしたら、奥です、奥です、行けます。はい、だから、で、電気つけてもらっていいですか。わかりました、電気つけていきますね。あー、いやいやいや、そっか、電気つくんか、当たり前なんですよ。下が優しく、はい、はい、やらしい感じになってるんですね、絶対に。いやらしい感じになっております。おっと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 、これ一応、はい、クルー室になっております。はいはい、はい、まあ、僕らがちょっと寝泊まりしたり、はい、はい、釣りの道具とかちょっと置かせてもらってます。はいはい、ありがとうございます。はい、で、こちらこれがやっぱあれですか、めっちゃエロいんですか、この奥は。やっぱそうっすね、はい、僕の番組ちょっと最近おっぱいとかエロ系が多いんでね、あ、はい、男のロマンですよ、クルーザーと、はいはい、女とエロみたいな、はい、エロ先のエロが入ってます。わかりました、お願いします。ここでエロいことが、はい、おお、これ、え、これ何なんですか、これ、え、これ、え、おー、ベッドや、すげー。今回ね、この前2億円のクルーザーじゃないですか、はい、で俺ちょっと思ってたのが、やっぱそのさっきもね言ってたんですけど、エロ仕掛けというか、はい、エロ仕掛けそっち行きますか。はい、なんかね、はい、下の方に行ったら、うん、大体そのまあ1億と2億の船だったら、あのベッドあるじゃないですか、はいはいはい、あれなんでなんでベッドあるんですか。ベッド、もう変なイメージしかないんですよ。いやいや、それはね、はい、その通りですよ。あ、そんなもんすか。そのためにみんないい船買うんじゃないですか、やっぱりね。ですよね。ですよ。あ、やっぱそういうことなんや。俺ごっつい船持ってね、ちょっと乗ろうや、はい、大きいったらもうほらね、そういうことやね。いやいや、そうっすよね。なんかね、本当かどうか分からへんけど。男の憧れみたいでね。あ、そうっすよね。ある意味、そういう部分あります。そういうことなんですよ。いや、なんかね、普通に船行って帰ってくるのに、大体、だって船って止まらないじゃないですか。そう、うん。なんでベッドあるんかなっていうのと、うん、まあ、リビングみたいなのは分かるんですよ。みんなで中でこう。釣ったやつパーティーして食べたりみたいなイメージわかるんですけども、ベッドね、必ずまあ大体の船ついてますわ。止まってる船ね。そうですね、これ全部ね高級もうすごい船ばっかなんですけど、大体ベッドついてる。ベッドつ、ね、はい、やっぱり そこなんですよ、うん、はい、うん、なんかこうワンチャンあれば、うん、でですよね、みたいなね、多分、はい、思ってはるんじゃないですかね。まあ、あの僕の船じゃないんで、はいはいはい、あくまでね、はい、僕想像ですけども、はいはい、多分そういうことじゃないですか、はい、うん、いやー、そういうことなんですよ。でまたね、こういう、 こう男のね究極の遊びじゃないですか、こういうのを作ってね、うん、もう少年っぽさも出すんですよ。でも少年っぽさだけじゃなくて、頭の良さとかね、素晴らしさをこうガンガンここに散りばめて、女性はねキュンキュン来るんですよ。うん、魚も釣るけど人間も釣るみたいな。そういうことですわ。いや、全国のね、これ見てるユーザーの皆さん、そういうことですよ。ここ目指していきましょう。うん、若い時にね、モテるとかモテないとかどうでもいいんですよ。うん、これやっぱおっさんになってモテようと思えばね、この、2億円のクルーザーに、このなんていうかね、こういう遊びをね、究極の遊びをこう散りばめた上で、地下のベッド、これでもう落ちるようないないっすよ。もちろんあのなんかね、料理できるとこもあってね、自分が釣ったとこを女性、あ、ではあの場合の料理ってお男性がやるんですか、やっぱ中の料理は。いや、それはね、うん、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、そうすね、うん、とりあえず釣って、ね、そういう一面を見せるっていうのもね、これ、うん、あ、そうっすね、ああ、うん、まあ、素敵みたいな、はいはい、あるでしょ、はい、そういうの、そういうとこ、まあ、くすぐって、はい、
そうですね。行きましょうよ。はい、ということでね、方向性がちょっとおかしになりまして、本当にあの釣りやったんですよ。僕釣りはね、ドアが開けてもあんまり喜ばないんですけども、なんで釣りをするのかっていうのを皆さんに伝えたかったんですよ。確かに釣り面白い。でもあくまでも成功者の証、この2億円クルーザーとともにね、この何度も言いますけども、これね、カルベ会長の会社のジグなんですよ。実はやばくない、はい、ということで、地下のベッド、この3つがあればね、落とせない女はいないですよということで、そうです。このね、あのジグなんですけども、はい、僕ら結構、うん、まあ最近よく釣り行ってて、はい、独特のジグじゃないですか、こういうのって、ね、これ特徴は何なんですか、これの。これはね、はい、ね、ちょっといいですか、うん、はい、一番のね、はいはい、特徴はね、これ全部真ん中に、真ん中っていうか穴開いてるんですよね。ですよね、ここずっと気になってて、はい、この、うん、穴のこれ意味とかはちょっと教えていただければ。要は、はい、水の中で動きますやん、はいはい、ピュンって、はいはい、で、まあこのね、デコボコとかによって、はいはいはい、まあこう、要は水中で音というかね、はい、波動っていうか、はい、が生まれるわけですわ、うん、で、まあこのつるんとしてるやつもあったら、面もあったら、こうザラザラになったって、はいはい、はいはいはい、あ、形違うでしょ、こうほんまや、非対称になってるでしょ、はい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 、で、これでこう動きがね、変わったりとか、うん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 、その波動の量、うんうん、これとかやったらガタガタが多いじゃないですか、はいはい、ね、あ、これね、ちょっといいですか、あ、これね、あ、違うんか、あ、そっか、これとかでしたらね、ガタガタ少ないでしょ、はい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 、なんかね、こう波動が強い弱いとかね、うこう、まあ、あとこうバランスが違うのはこう動きが、はいはいはい、こういろんな動きね、こう、はい、横に向くとか、うんうんうん、こう暴れるとかね、はいはい、こういろいろあるんですけども、まあそれを、まあその海の状況、はいはい、とか魚のご機嫌にこう合わして、うん、どういう動きがいいか、どういう色がいいかみたいなね、選択をして、はい、まあ、僕らなんとなく、まあ、魚の気持ちになって考えて選んでるわけですよ、うんうん、穴開いてるでしょ、うん、だからね、これがね、穴、これ特許なんですよ、うん、はいはい、穴開いてるって。そうなんや。でこうピュッと水の中で動いた時に、こう穴による、はいはい、ここにね、やっぱ水通るんでね、はいはい、流れてこう余計波動がこう大きく出たりとか、あの穴開いてないのとまた違うね、なんかこう音に聞こえるんですよね、魚がね。なんでなんか知らんけど穴開いてる、まあこのヒットマンルアーっていうのが今日はいいなみたいな日がね、あの毎日じゃないですけども、あのあります、確かに。はい、そういう時にね、こうまあ使ってもらえれば、あの他の人との差が出るんじゃないかなと。わかりました。はい、ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。はい。はい、本日お疲れ様でした。お疲れ様です。6時ぐらいに出港して、でそこからまあ11時ぐらいに帰ってきたんですけども、誰が何匹釣ったのかっていうのを発表してもらいたいと思うんですけども、はい、お願いします。誰が何匹？4匹です。おお、4匹、おい、はい、何やねん、多分覚えてないよ、4匹、はい、フルーとちっちゃいのを入れて5匹。おお、5匹、おい、ちょ、覚えていいですか、はい、5から50の間です、うん、どんなんやねん1匹釣れました。いやいやいや、いや、はいはい、うん、どうやった感想は。いや、めっちゃ楽しかったです。タチウオ初めて、うん、まあね、とりあえず食いたいですね。食いたいね、かぶりつきつくのがいいじゃん、かぶりつく、タチウオは何で食ったら一番うまい。やっぱり塩焼き。いや、塩焼きやんな、タチウオ。新鮮だ、刺身でいらっしゃる。ほんま、おー、オッケーです。まあ、どうで刺身切るとうまいいと思う。お前、お前、お前、直でね、わあ、いや、これ僕絵がいいな、これ
ということで、本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。